お前無事やったんやな。ああ、こっちも異常ないな。ん？ああ別にないな。ならええ。あんたに預かりもんや。なんや。痛み止め屋とジャンバレアの闇医者がお前に渡せ言うとったで。ふん、こんなん別にいらんけどな。うん？それよりどないやった。電話の男とグランドでおたんやろ。あの、何かあったんですか？電話の男って。まあちょっとな、お前は気にせんで。それよりリーさん、なんで私に何も教えてくれないの？なんでってお前急にどないした？全部私が狙われてるせいなんでしょ？だから二人でいろいろ動いてるんでしょ？だったら私にも何か手伝わせて。ただずっとここにこもって守られてるだけなんて。私、ホグシ会館でお前をさらいに来てヤクザらがおったやろ。え？電話の男やユータンはそいつらの頭で西谷って男や。鬼人会いう組引いとる。そいつがお前を渡せ言うてきたんや。それで？俺がさっき会うてきた。お前を狙っとる理由聞き出そう思ったんやけどな、その前に札に連れてかれてもうた。警察に？西谷も俺の雇い主の佐賀いう男も元をたどれば同じ近江連合や。どうやら近江ん中でも牧村誠をさらう派と殺す派で別々に動いとるらしい。西谷はさらう派、佐川が殺す派ちゅうことか。せやけど今一番の問題は佐川の方や。あいつは多分俺がみすみすこの子殺さんかったこと感づいとる。なんやと？ほんまか？お前らはすぐ蒼天堀から出た方がええ。ここも佐賀に見つかるが多分時間の問題や。リー、どっかこの子連れて逃げる当てないか？まあないこともない。せやけどどこまで逃げてもヤクザは追ってくるで。この子はいつまでビクビクせなあかんねん。俺が何とかしたる。とにかく今町を出る。あなたは一緒に逃げないの？俺はこの町に囚われの身や。一緒におるとかえってあんたらが逃げきれんようになる。しゃあない。誠、ここ出るで。あんまり時間もないようや。え、他にも誰か？なんでお前、まさか俺のことつけてきたんか？リーさん、あなた前に私に教えてくれた。え？あなた言ったよ、日本で生きる中国人とっても大変だから、私たち助け合う。でも最後に自分守ってくれるのはやっぱりお金ってリさん言ってたから。許してくれるよね、リさん？おんとれ、わしら撃ったんか。こいつら佐川の手下。あ、
が済んだらもういらんちゅうわけか。普通やないでこいつら。リー、その子を見とれ。こいつらには今まで散々世話になっとるんや。誠、こっちや。行くで。中国人同士の絆より金か。わしは確かにお前にそう言うたな。せやけど死んだらせっかく手にした金使えんやろが。ダホ、リーさん。リー、まだ終わっとらんで。他にも佐川の手の者が駆けつけてくるはずや。そいつはほっとけ。あんたを裏切った男やぞ。おい、どないしたんやり。このままほっといたらこいつ死んでまう。助ける言うんか。お前、誠を連れて早ここを出ろ。わしはこいつをジャンバラへ連れて行かな。後で合流する。お前は誠と一緒にほぐし会館に行け。ほぐし会館なんで。誠を連れながら歩いて逃げきれんやろ。車がいる。ほぐし会館の前に店の車止めとるんや。何が起きてるの、リーさん。誠、すまんが、わしは。リーのおっさんは後で合流する。お前のことは俺が守ったる。急がで、すぐに他の追手が集まってくるんや。全部私のせい。ごめんなさい、私のせいだ。ごめんなさい。泣くことあらへんがな。お前は何も悪ない。誠を頼むで。分かっとる。行くで。お前ら佐川に伝えるや。俺らはこの町を出るで。どないした、早うかかってきたらどうや。俺を止めてみろや。
また私のせいでみんなを巻きこ…え？ついてこい。はい。こっちやで。やつはどこにおるんや。行くで、ついてこいや。はい。こっちやで。私、いつも守られてるだけなんて。ないから後ろにおれ。うん、分かった。行くで。もう大丈夫なの？せや。おっさんなら平気や。簡単にやられるような球やないで。うん、そうだよね。おい、危ないから後ろにおれ。うん、分かった。どうしたの？なんでもない、ちょっと待っとれ。うん。ちょっと待っとれ。怪我ないか？大丈夫。あなたは？平気や。
おい、リーさん、無事やったか。早かったな、あの闇医者は。大丈夫や、仲間が見とる。それより車や、まだ追っ手が来るかもしれんのやろ。うん、車はあれや、ちょ待っとれ。こっちや。いや、なんで俺に嘘ついちゃうの。悲しいじゃん。俺にこんなことさせんなよ。今度は俺もちゃんと約束守るつもりだったのによ、うん、女殺したら島のんとこに戻してやるって約束したもんな。なのになんでこんな真似すんの。嘘つかれたらお前のこと助けてやれないよ。もう殺すしかなくなっちゃったよ。でもいいよな、二人一緒に殺してあげるから。桐生が抜けた堂島組では幹部の筆頭だった久瀬に代わり、堂島組若頭補佐、太平一課組長、阿波野弘樹が新たに台頭していた。阿波野は立花不動産が持つ空の一坪の情報を奪うべく、桐生に立花の身柄を引き渡すよう迫る。かたくなに要求を飲まない桐生に対し、阿波野は堂島組を挙げて包囲網を狭めていった。桐生は兄弟分である錦山の助けにより神室町を脱出するが、その錦山とも決別を余儀なくされる。東条界最強といわれる堂島組との対立が深まる中、それでも神室町へと戻っていく桐生。そこには桐生の首を狙う強大な力とわずかな仲間とが待っているはずだった。